大田神社は、埼玉県久喜市久喜北一丁目にある神社である。1907年8月から11月にかけて、行われた合祀により、来電戦勝神社から、大田神社へと名称を改められ、尊社とされてきた。かつての所在地表記は、大技や久喜屋座丸島596で、1973年11月1日の、 住居表示実施により北一丁目6番29号となった。2010年3月23日に行われた区喜市、勝部町、栗橋町、和紙宮町の合併に際して、北一丁目が、区喜北一丁目に変更され、現在に至っている。1948年時点での境内地面積は639坪であった。祭礼は7月25日とされている。 1907年8月から11月にかけて行われた合祀では、8月17日に稲荷神社、香取神社、青滝神社、10月3日に稲荷神社、浅間神社、浅間神社、女体神社、白山神社、11月11日に浅勝神社、雷電神社、女体神社、神明社が集められた。経内社として浅間神社、白山神社、 青滝神社、稲荷神社が祀られている。境内施設として、本殿、社務所、鳥居、長寿社、灯籠、松の木、伊腸の木、武蔵区に大田大田神社と掘られた、氷柱、中高碑と掘られた、石碑、大田神社改修記念碑と掘られた、石碑、合式記念碑と掘られた石碑などである。7月25日の祭礼では、 呼吸器の獅子舞と称される行事が行われる。行事の由来は、おおよそ500年ほど前に、大水が出た際に、呼吸器、野口の北方を流下している青毛堀川に獅子頭が流れ着き、呼吸器高地の人々が、この当時、呼吸器で一番の大臣と称されていた竹池に、この獅子頭を持ち込み、竹池はこれを、返上院に納め、これ以後、 獅子前が回れるようになったと伝えられている。行事の流れとして、当日返上院に集まり、ご神書を用いて、お清めを行い、獅子前の支度をする。支度が済むと剣を持った天狗を先頭に増え方、王子氏メス氏中氏氏道家の順で列をなし、村回りを行う。その後、大田神社に行き、拝殿の前で弓取綱取橋渡しと呼ばれる局面の、 舞を奉納した後、再び返上院に戻る、というものである。大田神社では戦術のように、呼吸器、野口の神社が合祀されているが、この獅子舞は、呼吸器の獅子舞と称されるように、正確には、呼吸器の行事となっている。この獅子舞は1935年頃に、高知にて、馬が炭素病で死んだ際、被害が拡大しないよう臨時で4箇所の辻で、 待ったところ、それ以後は炭素病にかかる馬はいなくなったという伝承があり、また雨甘いや流行病が起こった際にも、役除けとして回れることもあった。このほか合祀されている白山神社の甘酒祭りという行事がある。1907年の合祀以前は、旧暦の9月15日に行われていたが、合祀後は月遅れの10月15日に行われるようになり、 戦後からは、新暦の9月15日に催されるようになった。本来はうじこ50件余りの中から3件が、当番となり、甘酒を作り、祭りの当日に、神社の境内に桶を設け、参拝者に配っていた。合詞の後は、戦前までは、各家庭で甘酒を作るだけとなり、合詞の後からは、神社での甘酒祭りに変わり、当番の家で、 白参考を行うようになった。この行事も呼吸器の行事となっている。ありがとうございます。